ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。堀江貴文です。皆さんこんにちは。寒くなってきましたが風邪はひいてないですか。寺田由紀です。ということで今日は Q&A コーナー、堀江さんに質問に答えていただきたいと思います。それでは今日の質問です。私はベトナムでアニメライセンスを販売するエージェントを行っているものです。ベトナムの企業はキャラクターを使用するのにお金を支払うという発想もないのが基本ですが、関心を持って使用してくれる企業もあります。そんな中、日本サイドにキャラクターを使用したデザイン監修をお願いする際に、世界観を考えていない、キャラクターの色が違うなどと突き返してくることが多くあります。キャラクターの価値を下げないためのことなんですが、ガチガチで行うため面倒くさいと思う企業も多くなります。キャラクターを持つ胴元の企業は本当に海外に広めようという気があるのか謎に思います。堀江さんは今後キャラクター市場は伸びると思われますか、という質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますが、はい、本日のゲストはですね、こちら DMM.make .make こちら DMM.make 秋葉支配人の吉田健三さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どんなベンチャーが入ってきてます？ですね、正直いろいろ多岐にわたってます。部品メーカーさんから本当に最終のまあ家電作られてる方とか、うん、やっぱりなんかハードウェアスタートアップって言ってもやっぱり幅広いだなっていうような気がしてるんですね、うん、ここからそういうベンチャーがどんどん出てくるから、うん、すいません、それで出てきたらいいですね。質問に答えたいと思います、はい、私はこう答えました、伸びるのは伸びるでしょう、キャラクターの品質管理は大事ですよというふうに答えました、うん、はい、ガチガチで行うところ多いですね。ガチガチ多いですね。案件は何だろうな、胴元というか、まあ元々は絶対ガチガチでやりたいはずであるんですけど、うん、ある程度緩くしてあげた方が逆に広まるケースとかもあるじゃないですか、うん、それがね、はい、なかなか難しいかなっていうのは、うん、まあ、僕はこういう時代なので割と緩めに管理をしてやる方が僕はいいのかな、うん、ハローキティなんかそうじゃないですか、うん、結構ね、ハローキティって結構緩いんですよ、はい、レギュレーションが。あ、そうなんですね、はい、いや、まあ、だからそういうようなもうちょっと緩いライセンス形態にした方が伸びるのは伸びますよね、うん、面白いと思いますね、はい、我々もやっぱり 3D プリンターの事業とかもやってまして、うん、やっぱりキャラクターもの出したいみたいな話って結構来るんですよ、はいはいはい、でそれはもう本当に個人でも愛が強すぎて作ってしまって誰も知らないようなキャラクターであったりとかってもあるんですけど、うん、やっぱりそこら辺の品質管理というかなんか使い分けみたいなのが多分今後重要になってくるんじゃないかなって気がしますね。うーん、 DMM のカンコレとかどうですか？カンコレは結構まだ、まあ、あれいろんな会社さんというか他の会社とも組んでる話なんで、うん、あっちはどちらかというと固めです、うん、まあ角川さんとね、うん、組んでますからね、はい、ということで最後に告知をお願いします。はい、DMM.make 秋葉で品質管理って話が出たんですけども、我々逆に言うと安全管理っていうところは実はすごい力を入れてるところです。ちょっとここ自慢できるところから思うんですけども、やっぱりスタッフとかですね、常に危ない機械とかついたりとかですね、それ用のレクチャーとか対応マニュアルとかも用意してますので、安心して使っていただける環境というのは整ってます。ぜひですね、ウェブとかツアーやってますんで、ご参加いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、ぜひ皆さん調べてみてください。そして堀江さんも、はい、告知を。はい、ハッカーズのビットコイン本、うん、マネーと国家と僕らの未来、ぜひ買ってください、マネーというテーマソング、ね、寺田由紀さんに歌っていただいておりますと、テリヤキアプリの本が出ました、うん、これは非常にコストパフォーマンスいい本なので、ぜひこれも買ってください。そしてホリエモンチャンネルからは DVD が発売になっています。こちらもぜひぜひ皆さんご購入お願いいたします。はい、ということで本日もありがとうございました。はい、FRP やめられない止まらない金の価値ってなんだろう一体やめられない止まらない金の価値ってなんだろう大体大都会沈む夕日生存競争エコノミー満腹いつでも俺たちだけどみんなメルマガの登録はこちらYouTube チャンネルもよろしくね。疲れたよマラソンだよ。